つになっても楽しみたい大人女子のハッピーさがしラジオ。こんばんは。金曜日の真夜中、いかがお過ごしですか？この時間は子育てが一段落して好きなことを見つけた5人の主婦たちが楽しくおしゃべりをする番組となっております。月に一度第4金曜日の24時からお送りしております。さて、今日のテーマは誰でも少し勇気を出せば世界が広がるです。今夜はゲストさんをお迎えしております。なんてご紹介したらいいのかしらね。すごくいろんなお顔をお持ちになるスーパーウーマン、今野さとみさんをゲストにお迎えいたしました。さとみさん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さとみさんは FM ラジオ川越のスタッフさんです。はい、はい、私たちの番組がスタートした時からラジオ収録のこと何もわからない私たちをずっとサポートしてくださっている方なんですよ。さとみさん、いつもお世話になっております。はい、ありがとうございます。でもラジオ局のスタッフというのはいくつもあるさとみさんの顔の一つなんですよね。そうだといいですね。はい、じゃあさとみさん、自己紹介をお願いいたします。はい、わかりました。はじめまして、今野と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私はですね、ここのラジオのスタッフをやっているんですけれども、うんうん、はい、普段は普通に OL をしてます。はい、今日はね、ゆっくり、そうですね、どんな、うん、感じで呼んでくださったのか楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、私もね、今野さんの人となりを知りたいなと思って Facebook をちょっとチラ見させていただきました。そうなんですね。はい、はい、そうしたらもうね、プロフィール欄がもう満杯になってました。はい、そう、和太鼓、はい、スキューバダイビング、うん、一人旅、バイクにアウトドア、うん、あと船の操縦までされるんですか？あ、そうですね、はい、はい、でまだまだあったんですよ。さとみさん、本業は何なんですか？はい、本業 OL ですよ。はい、ちゃんと月曜日から金曜日、うん、もう土日もありますね、時々ね。え、そうなんですか？そうなんです、不定期なので、はい、普通に OL してます。いや、もうなんか私だったらね、このラジオ局だけで手一杯なんじゃないかなって思っちゃうんですけど、はい。はい、普通にお仕事されるって聞いてて、はいはい、びっくりです。まあ、じゃあちょっとラジオ局に関するお話はね、はい、後半でじっくり伺うとして、はい、それ以外の活動のことをね、うん、先に伺いたいと思います。はい、どうぞ。はい、いくつも活動されてるんですけれども、はい、特に私が気になった活動についてまず質問させていただきますね。はい、はい、和太鼓をされてるっていうことなんですけど、はい、すごく男性的なイメージがあるんですよ、和太鼓っていうと。あ、うん、はいはい、さとみさんね、華奢なんですよ。小柄さんだし、うん、もう腕とかもね、全然たくましくないし、ちょっとイメージではなかったんですが、はいはい、ご自身が習われてるんですか？太鼓はですね、うん、習うというか所属してますね。プロの、うん、方がいらっしゃるんですけど、うん、その方が作っているチームに所属しています。まあ、それがメインです。うん、ただ週末は私も教えてます。うん、はい、最初は、はい、習いに行ったってことですか？もちろんもちろんそうです。はい、うん、習いに行って、まあ、ある程度の年齢になって、うん、まあ私もちょっとぐらいだったらやりたいなって思ってる人のお手伝いができるかなと思って、うんうん、週末は教えるようになりました。うん、教えるっていうのはお子様とか子供向けはね、やってないんですよ。うん、まあ、何回かはやったことありますけど、メインは外国人の方です。うん、そうなんですね。そうですね、まあ、でも日本人の方ももちろんいらっしゃる。うんうん、本当は最初は外国人向けにやってたんですけど、うん、日本在住の外国人の方って、うんうん、大体友達連れてっていいですか、うん、ってなった時に、だいたい彼氏彼女連れてくるんですよ。でそれがだいたい日本人なんですよ。そういうもんなんですか？そうなんです。そういうパターンが多いので、うん、じゃあまあ日本人でもちょっとやってみたいなとか、うん、体験をしてみたいなっていう人向けに
じゃあやろうと思って、うん、今は外国人と日本人も一緒にやる感じでやってますね、うん、そうなんですね。そうなんですよ。そう、今発表の場とかがちょっと少ないかなと思うんですけど、はいはい、そうですね、うん、そうなんですよ、うん、まあ、メインのチームではもう全然2年ぐらいもう発表の場がないですね、うん、毎年お正月とか、うん、結構皆さんの太鼓チームのイメージって、うん、お祭りの時に、うん、そうです、ね、櫓で叩いてるとかあるでしょ、うん、私たちそれないんですよ、うん、やらないんですよ、はいはい、どういう感じで、そうですね、毎月やっているのは神社、はい、で、はい、奉納太鼓みたいな感じで毎月2回やってたりですとか、うん、あとはもう企業のこけら落としに呼んでいただいたりとか、うん、学校公演でやったりとか、うん、まあ、ライブハウスでやったりとか、うん、そういった感じかな。そうなんですよね。何人ぐらいでこう出るんですか？今のチームは何人いるんだろう。8人ぐらいいるのかな。男女の比率は？今男性はね、その教えてくれる先生しかいないです。あと全員女性なんですか？女性です。前はいたんですよ。いたんですけど、はい、うん、まあプロになってしまったりとかね、うん、結婚して辞めたりとかね、男性だけどね、はい、うん、結婚して辞めたりとか、うんうん、っていう形で今女性しかいないです。そうなんですか。そうなんですよ、うん、いや、なんかたくましい男性がこう一点でされてるのかなってイメージでした。そっちの方がいいですよね。意外です、うん、じゃあハッピとか、ハッピも着ないです。私たちはどんな衣装でされるんですか？もうちょっとね、うん、なんだろう、ハッピっていうよりは、うん、和的な洋服ですけど、うん、ちょっと表現がしにくいかな。エイサーとか踊る格好あるじゃないですか、はいはい、ちょっとこう、はい、ロングの和的な、うん、着たりとかね、はい、割とそういう感じかな。いや、なんかますます映像とかあったら拝見したいなって思います。そうですね、YouTube にはね結構アップされてますけど、はい、うん、ひっそりとアップしてますよ。あ、後でゆっくり拝見したいと思います。でも女性多いですよ、和太鼓やってる人。本当に多いです。すごく多いです。そう、ちらっとインドでも演奏されたって伺ったんですけれども、ね、はいはい、しました、うん、その経緯とかを教えていただけたらなと思います。そうですね、はい、インドでやったのはですね、はい、私インドが大好きなんですよ、うん、でインド何だか行ってるんですけど、うん、それ昔行った時に、はい、自分で太鼓とかやってない、日本的なもの何にもできてなくて、はい、うん、インドってやっぱりまあちょっと貧しいところがあるので、うん、例えばここにある段ボールを叩いてみんなで歌を歌ってたりとか、はい、ここにあるカンカンをみんなで叩きながらリズムを打ちながら歌ってたりとか、うん、そういうのがあって、うん、いいなってずっと思ってたんですね、うん、で昔から和太鼓に興味があったので、はい、まあ、日本に帰った時にやろう、うん、と思って始めたの、うん、結構年取ってからなんですけ ど、ね、そう、でそれからやっぱりインドで演奏したいっていうのがずっとあったんですよ。そうなんですか。ずっとあって、うん、でもそんなルートもないし、うん、なんかいい方法ないかなってずっと思ってたんですよね、うん、でたまたま一緒にお仕事でちょっと関わってた女性の方が、うんうん、インドのそういう仕事に関わってる人たちの集まりがあるから行かない、はいはい、って言ってくださって行ったんですよね、うんうん、はい、これは何かチャンスだと思って、そしたらね、全然チャンスがそこにはなかったんですよ。全然なかったんです、うん、でも、まあ、多少お金を払って参加したので、うん、まあ、ただで帰るわけにはいかないなと思って、うん、でたまたまそこにいたインド人の男性に話しかけて、うん、はい、そしたらそのインド人の方は、うん、インドの会社を経営してる方だったんですよ、うん、でインドからたくさん観光客を呼んでて、はい、まあ、旅行会社ですね、ええ、うん、で日本でそういう日本の文化的なものを紹介とかしてる方だったので、はい、太鼓やってるんですって言ったら、うん、じゃあ今度演奏やってよって言ってくださって、よかったですね。そうなんですよ、うん、で、まあ、日本ではねその会社を通して何度かいろいろと演奏させていただいたんですけど、うん、はい、どうしてもインド行きたくて、うん、太鼓で行きたくて、うん、でなんかないかなっていう話をした時に、うん、じゃあ今度インドで日本文化を紹介するイベントやるから行かないって声をかけてくださったのが、その方と知り合って3年目かな。あ、でも3年も育んだんですね。そうです、うん、もう細い糸は絶対途切れないように時々連絡したりとか、うん、時々会社に突然押しかけてったりとかしましたよ。すっごい努力しました。そうなったんですね。 そしたらやっぱり毎年ね、うん、呼んでくださるようになって、じゃあ1回だけじゃないんですか。じゃないですね、うん、
ただまあ今年と去年はね、うん、コロナの関係で行けないんですけど、うんうん、そんな感じで頑張りました。じゃあインドにあの今お友達もいらっしゃるんですか？あ、います、うん、そうなんですか。そういや、そう聞いてびっくりです。そうですか、うん、でもね夢とか楽しいこととかは、うん、多少ね、うん、無理してでも頑張れるじゃないですか。そうですね、国、ね、さんもそうでしょ、努力ね、やっぱり違いますよね、うん、お仕事しててもね、うん、大変だとは思いますけど、はい、でも好きなことだから ね楽しいじゃない、うんうん、一緒ですよ。そうですね。そうで反応はどうだったんですか？反応はやっぱり良かったですよ。良かったですか、うん、であの普通1年目はね私浴衣で行ったんですよ、うん、はい、浴衣で演奏したんですよ、はい、ところがちょっとそれは失敗だったんですけど、そうなんですか？そうなんです、うん、日本文化を紹介するイベントなので、はい、みんな浴衣着てるんですよ、インド人も。そうなんですか。そう、だからもう全然目立たなくて、うん、まあ舞台で演奏した時はね、はい、あれですけど、はい、2年目は忍者の格好していきました。いや忍者で、そう、太鼓？そうです。うん、でも一人で行ったので。え、一人で行かれたんですか？そうなんですよ、うん、まあ1年目は友達も連れて行きました。太鼓をやっている友達一人連れてって、うん、まあ二人、それともう一人空手やってる子がいたので、うん、もう無理やり連れて行ったんですよ。でも2年目はお金一人しか出せないって言われたので、うん、一人で行ったんですよ、うん、で一人でどうやったら目立つかと思って忍者の格好しました。なるほどね。そう、じゃあ太鼓担いで行かれたんですか？担いで行きましたよ。そうです、そうです。いやたくましい、うん、本当に想像ないですよ。そんなことないですよ、うん、そんなことない。じゃあ今度コロナが明けて、うん、次に行くときはどんな格好で登場するのか、ね、どうしようかしらね。ねえ、何がいいですかね、うん、何がいいかな、うん、まあでもこの間はちょっとくのいちじゃなく男性系の忍者だったからね、うんうん、ちょっとくのいちっぽく行くか、うん、アニメがやっぱりとっても人気なんですよね。じゃあルローニケンシンとか、ね、あとなんだっけ今流行ってる何ですか。私ちょっとアニメよくわかんないんですけど、すぐ浮かんでこないけど、でもちょっとコスプレはちょっと、ね、とっても勇気がいるので、うん、そう、でもすっごい人気があるんですコスプレ、ね、やっぱりコスプレイヤーの方が行ったんですけど、うんうん、もう帰りの飛行機の間際まで、うん、写真撮って写真撮ってってすごかったですよ、うん、いや、うん、じゃあ一歩それ壁を越えてコスプレでぜひそこも頑張りますかね。はい、いや楽しいお話を伺いました、うん、はいはい、ではここで一休憩いたしましょう。さとみさんからリクエストいただいたジャネット K さんの One Day I'll Fly Away です。はい、いい曲でしたね。はい、はい、ありがとうございます、はい、この番組にぴったりな曲を選ばせていただきました。ありがとうございます。はい、はい、後半戦あのもう一つさとみさんの気になる趣味について伺いたいと思います、はい、あのこの前沖縄に行かれる予定があったとか。あ、そうですね、うん、私スキューバーダイビングをもう何十年やってるんですけど、うん、何十年そうなんですよ、うん、なので今年もねちょっと行こうと思ったんですけど、うん、まあコロナのね影響でちょっと行かれなかったんですよね、うん、はい、そうですね、沖縄大好きです。スキューバはすごいプロ並みっていう話を伺ったんですけど、はい、あのスキューバやってらっしゃる方いらっしゃいますか？ここにいない。あ、いないですね。うん、私もね、あの体験ぐらいしかないです。あ、そっか、うん、スキューバってあの潜る本数で経験値が分かるんですね、はい、何年間ではなくて、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、だからタンク1本2本、うん、300潜ったとか400潜ったとか、うん、でインストラクターになる方は多分100本ちょっとぐらいで慣れるんですよ。はい、ただ私多分1000本ぐらい潜ってるんですよ、そうなんです。じゃあもちろんインストラクターでもある、うん、じゃないです。え、ない、資格はのあの、うん、本当に最低限のしか持ってないです、はいはい、あのインストラクターにならないっていう話はもちろんあったんですけど、うんうん、キューバーダイビングで人の命を預かるじゃないですか、うんうん、あ、そうですね、ちょっとねそこはね勇気がなかったですね、うん、じゃあもう最初から固定は趣味で行こう、うん、そうです、そうです、うんうん、ただ小笠原とか沖縄でちょっと水中ガイドのお手伝いをしてたことはあるんですね、はい、うんうん、だからまあ潜ってて、あ、この人は初心者だなとか、はい、結構経験値を積んでるなっていうのは見ればわかります、うん、あ、そうなんですね。そうですね、はい、あの、うん、年に何回ぐらい行かれてたんですか？昔は、うん、これもびっくりするかもしれないですけど、うん、年間100日ぐらい、うん、
行ってました。向こうに住もうとは思わなかったんですか？住んでたことあります、あります、もちろん。じゃないとそこまでなかなかね本数行かないと思うんですけど、本当にダイビング始めた頃は、毎週泊まりがけで潜りに行ってたんですよ、毎週。何がそんなに引きつけるんですか？私ね、実は北海道生まれなんですね。そうなんです。それでオホーツク海という寒い寒いところで生まれてるので、はい、南の島の憧れがあったんですよ、はい。そうなんですね。そうなんです。じゃあ海外にも潜りに？あ、もちろんたくさん行きましたね、はい。もう和太鼓もやりスキューバもやり、はい、他にもいろいろされてますよね。やってますね、はい、たくさんあります、うん。外国人の方とわらじかなんか作ってますか？あ、はい、わらぞうり、ね、作ったりとか、ね、はいはい、そういう社会人サークルも、うん、そうですね、作っていらっしゃるって聞いて。やってますね。インターネット上で、はい、まあ、うん、サークルを持ってて、うん、会員が2000人以上いますかね、うん、はい。代表されてるんですか？そうです。皆さんいろいろとサークルを持てるはい、サイトがあって、はい、で私もそこで一つサークルを作って、うん、で会員を募集して、うんうん、ですね、うん、でまあ、2300人ぐらいいるのかな、はいはい。今もそれは活動してらっしゃる？やってます、はい。どこにそんな暇があるんでしょうか、うん、思っちゃうんですよね。ね、どこにあるんでしょうかね、うん。まあ、時間はね、作るものっていう風にね、はい、言いますけどね、うん、まあ、楽しく人生を生きてます。もうそれで、はい、お家に帰れば実はお母さんでもあるっていうのが私は驚きでした。で、ね、皆さんやってることみんな一緒ですよ。お母さんもやって、ねね、うん、お仕事もして、うん、趣味もやって、はい、皆さんと一緒です、ね、もう24時間、はい、もうもっと 200% ぐらい活動されてますよね。だといいですね、はいはい。じゃあ最後に、はい、ラジオに関するお話について伺いたいと思うんですが、うん、はい、こちらの FM ラジオ川越さんに携わるようになったきっかけを教えていただけますか？わかりました。ここはですね、実は私ここの局長ともう長い間お友達なんですね、うん、昔一緒に仕事をやってて、うん、その後ずっと、まあ、仕事をやったりやらなかったり、うん、でもずっと友達で、はい、うん、まあ、それでたまたまここを開局するというチャンスに恵まれて、はいはい、でスタートしました。開局から携わってます。なるほど、はい、私もただのお手伝いのスタッフさんと思ってたので、うんうん、はいはい、どうしてそこまで、うん、さとみさんがね時間を割いて、はい、皆さんのために番組を作ったりとかしてくださってるのかなって不思議だったんですよ、はいはい、あ、そしたらさとみさん自身の夢でもあったって伺って、そうですね、昔からラジオをやってみたいって思ってたんですよね、うん、自分で番組をやってみたいって思ってたんですよ、うん、ラジオ局をやりたいわけじゃない、まあ、じゃなかったですね、はい、ところがね、うん、何をどう変わったのか、うん、今ラジオ局の中にいますね、はい、うん、でもおかげさまでね、私たちもラジオ番組を持つチャンスを与えられて、とても感謝しております、うん、よかったです、はいはい、私は自分で目指すよりも皆さんが笑顔になってくれる方をサポートする方が好きなんです。え、そうなんですか？そうなんです。最初どんなラジオ番組をやりたいと思ってたんですか？うん、私ですか、うん、皆さんの紹介をする番組、うんうん、その人のいいところを引き出して紹介をする番組をやってみたかったんですけど、うんうん、はいはい、今は裏でそういうことをしてます。でも、はい、おしゃべりもとっても上手なので。あ、全然ですよ、超ど素人ですから、そんなことないですよ、うん、ぜひその夢をね、はい、一緒に叶えられたらいいんじゃないかな。そうですね、時間ができたら、はい、またやらせていただきたいと思います。そうですね、はい、今後ラジオ番組を持ったりとか、はい、ラジオ局をどんな感じで活動されていく予定ですか？うん、そうですね、ここのラジオ局もすごくたくさんね、うん、皆さんに協力していただいて番組もあるんですけど、うん、はい、他のコミュニティラジオではないぐらいの量をやってるんですけど、うん、でももっともっと、うんうん、皆さんに発信の場として、はい、あと地域の方も喜んでくれるっていうような番組作りのサポートをしていきたいと思ってます、うん、はい、楽しみですね、はい、ありがとうございます、はい、今後ともよろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、夢のあるお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ここでもう一曲、さとみさんのリクエストしていただいた曲をお聴きいただきたいと思います。はい、ネーネーズさんの
チャッチャーです、はいはい、この曲はどういう曲でしょうか。これはですね、はい、まあ、私ネーネーズが大好きなんですけど、はい、まあ、あの沖縄民謡をね主に歌ってらっしゃる方で、沖縄民謡って暗っぽいのから、はい、こう元気よくっていうのがあるじゃないですか、うんうん、でね、チャッチャーっていうのは多分、ね、2番の後半あたりを聞いていただくと、はい、誰もが聞いたことがある曲を、うん、沖縄風に歌ってるんですね。結構ちょっと明るく、はい、うん、元気になれそうな曲なので選んでみました。はい、はいはい、ではお聴きいただきましょう。ネーネーズさんのチャッチャーです。この番組は月に一度第4金曜日の深夜にお送りしております。次回は9月24日夜12時からとなります。今夜は最後までお聴きいただきどうもありがとうございました。月に一度の番組なので忘れないでくださいね。ではまた来月お会いしましょう。今夜は今野さとみさんをゲストにお迎えして北条邦衛がお話を伺いました。明日が素晴らしい一日でありますように。ではおやすみなさい。